シン・新ウルトラマンのネタバレをしたいと思います。えー、未見の方は、えー、ここで停止ボタンを押してください。シ、え、ン、ー・新ウルトラマン、えー、結構珍しい映画だなと思うんですよね。私はこのタイプの映画を見たことがない気がします。えー、それは何かというと、このシン・ウルトラマンは、えー、このシン・ウルトラマンの中でシン・ウルトラマンを作り、そして最後、シン・ウルトラマンに とどめを刺して、えー、終わらしていると。シ、え、ン、ー・新ウルトラマンを、うん、あ YouTube では言えないやつですね。ピース,スってね。シ、え、ン、ー・新ウルトラマンを抹殺する、えー、そういう映画になってるなというのがなんか新しいなと思いますね。えー、まあ、「スター・ウォーズ」とかですね。前に作った 違う監督が作った映画を新しい次の監督が全部否定したりそれをもう一回また否定したりって前の作品とかをね否定するってことはまあ何回か見たことはあるんですがこの「シン・ウルトラマン」は劇中で「シン・ウルトラマン」を作るんですが最後それを葬ってしまうっていうねことになってるんですよねそれはどういうことかっていうと まず、シン・ウルトラマンが、え、着して、え、田隊員、え、ごめんなさい、斉藤匠さんですね、と融合するわけですね。ここで、まあ、シン・ウルトラマンが誕生するわけですね。で、シン・ウルトラマンは、シン・ウルトラマンになるために、いろいろ本を読んで、人間のことを分かろうとするわけですね。同時に、カトク隊は、え、シン・ウルトラマン、 終わらせるためにって終わらせるっていうか、新ウルトラマンをね、進めるためにですね、えー、家徳隊、いわゆるヒグチ組ですよね。樋口組は、はまあ、着々とこう仕事をしていくわけですよね。で、新ウルトラマンは、ほとんど単独行動なんですよね。まあ、これがだから、結局この新ウルトラマンは誰かっていうと、安野秀明なわけですね。で、安野秀明は一応、樋口組には入っているけど、 ほとんどこう単独行動をしているっていうのはまあこれでわかるわけですよね。で、えー、家族ト隊は、えー、着々と自分の仕事をしていくわけですね。で、シン・ウルトラマンという映画が、えー、出来上がって、えー、だんだん制作が進行していくわけですね。ところが、えー、ザラブ星人が出てきて、えー、偽シン・ウルトラマンが登場したわけですね。そして、庵、え、野、ー、まあ、ア とかがね、大好きな横須賀の基地を破壊してて、まあ、あの足元には多分戦艦とかがあると思うんですよねだから庵野秀明の大好きなものが庵野秀明が大好きなウルトラマンの偽物に壊されるっていうそういうメタファーになってるわけですね。わざわざ一回、えー、横須賀で、えー、新じゃない偽ウルトラマンですねを登場させたのはそういう意図があるんじゃないのかなと思うんですよね。 でまあ「ニ、え、セ、ー、ウルトラマン」って何なのかっていうと今回、えー、日口組ですよね日口組とそれから制作、えーまあ、委員会とかですねそれから電通とか、まあ、電通が絡んでるかちょっとわかんないんですが、まあ、広告代理店とかね、まあ、大人の事情ですよねが、えー、絡んでいたでできた、えー、庵野秀明抜きでできた 新ウルトラマンが、まあ、この偽ウルトラマンということで登場するわけですね。でそれを操っているのが中に入っているのが中身のないザラブ星人ということですね。まあこのザラブ星人は、まあ、電通なんじゃないかなって私は思ってるんですがでそれをですねそれに気づいた安、まあ、野秀明はね、えーまあ、だから安野秀明を助けたのは誰かっていうとこれがまたまた、えー、長澤まさみさんで まあで長澤まさみさんは誰かっていうとこれが「えー、働きマン」の主人公の、えー、なんとかひろこさんなんですよね。でその「働きマン」を書いたのは誰かっていうとあのもよ子さんなんですよね <laughs>。またねこの図式なんですよね。もう隠しきれないこの構図ですよね。でまあ、えー、あの秀明はですね、えー まあ広告代理店電通にですね旧電通のビルに遊兵されてですねその救出に来るのが安野萌子さんってことになっちゃうんですよねどうしてもねこれは否定できないと思うんですよね。で安野萌子さんが安野秀明の手足のね縛りを解いてじゃあ頑張ってって感じで。 でそしたらこの偽ウルトラマンがその庵野モヨ子をねまあ長澤まさみさんですがを拉致、えー、するわけですね。でまあ要するにあ,あれはザラブ星人なわけですからまあ庵野模様子をもう人質に取るわけですよねその、えーまあ、電通がね <laughs> 大丈夫かなこれいろいろ。でそれをあの秀明は一発でね救出するわけですね。 だからもう全然秀そしてまあえ電、ー、通とね、まあ、制作委員会と、えー、それから樋口組が作った偽ウルトラマンですね偽安野秀明をまあ安野秀明こと新ウルトラマンは子供投げにね無表情で、えー、下からスペシウム光線を確か打ったと思うんですか。<laughs> <laughs> 無慈悲に、えーまあ、却下するってことでこんなもんはダメだってねではい作り直しって感じでこう始まるわけですね一回じゃあ仕切り直しますって感じでじゃあ、えー、ザラブ星人の次に、えー、メフィラス星人を登場させて、まあ、ここからシン・ウルトラマンですよっていうねそういう仕切りなんですよねで、えー、案の定ですね、えー、まあ日口組というか家徳隊 がでですすね拗ねね拗ちゃうわけですよ、ねえー、結局俺たち頑張っても安野秀明が出てきて一言言ったら全部ひっくり返るのかよってで安野秀明待ちかよってどこ行ったんだよ安野秀明はみたいな感じで、えー、であの森くんねあの物理学者が、えー、拗ねて、えー、階段ところでねで壁ドンするわけですね、えー、手すりドンですかね、まあ、あれだから えー、オリジナルのイデタインのキャラなんですが、まあ、あの物理学者の子がですね、えー、後ろにこうサンダーバードとかスター・トレックとかね模型をこう置いてあるんですが、まあ、あれが、えーまあ、樋口新司そのものなんですよね。で、まあ、結局、えー、オリジナルのウルトラマンのストーリー通りに話が流れると結局庵野秀明新ウルトラマンは 死んでしまうわけですね Z になれてねで、えー、そのゼットンを倒すのは、えー、家徳隊の誰誰、えー、かがね作った発明でゼットンを倒さなければこのストーリーそのものが落ちないわけですよねそれなのに また、安野秀明こと新ウルトラマンを呼び出して <laughs>、ちょっと、これ運んできてくださいと。運んでいってください。でも、う締め切り迫ってカウンターも動いてますという感じなんですよね。もうあれ、あそこはもう本当面白いですよね。もう時間ないんで <laughs>、時間ないんで、もう早くやって、もうついでに玉砕してきてくださいって <laughs>。どういうストーリーなんだと思いますよね。その西島さんが一人だけ、こう、いや、 なんか君を犠牲にするわけにはいかない,ない,い,ないから、この作戦は中止だってで、それがそうですよね。それをみんな、えー、それを、普通はそうなるはずなのに、それを、えー、誰も止めないっていうね、もうこれしか道がないっていうね、まあ、自民党みたいな感じですよね。で、もう、安野秀明が、 あまたもう一回行く,行くわけですよね。シン・ウロタラマンとしてね。で、もう行ったら帰ってこれないっていうのは分かってるわけですよね。それなのに帰ってきてって言って、意味分かってるのかなこの人たちは。と思う感じで行って、で、結局帰ってこれないわけですよね。そのゾーフィーの力を借りなければ。もうだから、ここら辺が、プロットは完全に破綻してるんですよね。で、まあそれはね、アンのヒデきも多分分分かってたと思うんですよね。なので、 結局、えー、最後に、えー、命を2つ持ってきたって下りをカットして、えー、シン・ウルトラマンを自ら葬ってしまったっていうのが、まあ、真相なのかなって気がするんですよねだからこの物語、えー、シン・ウルトラマン本当はシン・ウルトラマンが誕生する物語だったと思うんですよねあのずっと見てればね、えー、それなのに 庵野秀明的にはもう途中で嫌気がさして、まあ、あとは時間がないとかね、いろいろあったと思うんですよね。なんで、えー、最終的に自らの手でシン・ウルトラマンを葬り去る物語になってしまったっていうね。いや、これがね、えー、結構斬新だなと思いますよね。<laughs> 映画作ってんだに映画終わらしちゃったっていうね。<laughs> もう続編、作りようがないですよね。まあ いくららででも、ね、後か継ぎ足しはできますよ、それはまあ分離がでうまくいかなかったとか実は分離したふりをして本国、えー、にはねごまかしてそのゾーフィーのね、えー、芝居だったとかまあいろいろ何でもできますがあの映画単体見るだけでは、えー、シン・ウルトラマンはやっぱり死んだということになると思うんですよねそれはもう、えー、庵野秀明がこのシン・ウルトラマン この映画そのものを否定してるってことになるんじゃないのかなって、えー、私はそう思いますね。